エルガー生探知博物館。エルガー生探知博物館は、イングランドのウスターシャー、ブロードヒースにある、エドワード・エルガーを記念する、博物館。エルガーは1857年6月2日に、この家で生まれ、一家が2年後に、ウスターへと移り住むまで、ここで暮らした。博物館は、エルガー生誕の小屋と2000年に開館した、エルガーセンターからなり、 センターには展示室と職務室が備えられている。収蔵品には、エルガーの音楽に関わりのある原稿、楽譜、プログラム、その他物品、また、家族の写真、彼の旅行、ゴルフやサイクリングなどの趣味に関連する物品、個人的な所有物、症状や勲章、晩年に撮影された映像などがある。小屋は1934年にエルガーが死去した後、 娘のキャリスエルガー・ブレイクによって博物館として整備されたものである。博物館はエルガー協会とエルガー生誕地基金から支援を受けている。基金は事前委員会のリストに次のような活動内容で登録されている。エルガーが誕生した生誕の小屋を収められた文書や記念品とともに保存し、それらを訪れた人々が楽しめるような また、知識の足しになるような魅力的な形で展示する。博物館はイングランド芸術評議会の認定を得ている。エルガー製探知博物館は冬季休業期間を除き、毎日開館している。年間を通じて、イベント、コンサート、教育講演、工芸活動、美術展覧会、家族イベントを開催している。ありがとうございます。